どうもそこは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、475回ロト7の解説やっていきたいと思います。はい、と今回なんですけども、ロト7ね、もう475回、そして3回目のキャリーを待ってる、とんでもない金額だということで、まあこれやっぱり取りたいわけじゃないですか。で、デタラメに勝っても正直難しいし、もちろんまあクイックピックでね、超幸運を掴んじゃったよーなんて人なんて、世の中にも5万といるわけなんですけども、どうせだったら自分で狙った数字取りたいと思いませんか？はい。なので私がですね、今回も、いつも購入させていただいておりますエリア購入の網というですね、1から37までの数字を全て買う購入法、こちらの番号の選び方、そして買い方、こちらのお話していきたいと思います。では早速です、動画開始していきたいと思います。企画転勤。はい、では行きましょう。まずはエリア購入法、網とはどんな買い方なんだいということで、それがこちらです。これも非常に分かりやすいですね。まず横に1から37、縦に1から12まであります。で、色の塗ったところがあるし、色塗ってないところあるよねってことなんですけども、まずこの買い方は基本的には1から37全ての数字を買うんだという買い方なんですよ。そう、これのいいところはとにかく1から37までの数字を全て買うことによって、ボーナス数字を含めた丸が必ず9個つくよという買い方なんですよね。これ案外ね、これなんでみんなやってないんだろうって思っているんですけど、まあぶっちゃけ結構固定数字ハマった場合バーンと当たるよねみたいな買い方もあったりするんですけど、まあ僕の場合はやっぱり目指すなら1等だよねっていうことで、まあとにかく1から37全ての数字を買う。で、縦の12に関しましては12口買わないといけないよ。で、買い目としましては基本的に1から37の番号をランダムに並び替えて、この色がついている数字がありますよね、そこを買っていくという買い方です。で、こちらね、もちろんメリットデメリット存在するので、そこの話もしていきたいと思います。はい、ではまずメリットですね。はい、1から37を全て買うということで、当選位置が必ず9個つく。これ一番大きい。ここですよね。そう。つまり、難しいことは言わないよ。1から37は全部使えと。で、並べ方次第で、寄っていけば行くほど当たるよっていう買い方。で、何よりも、ここね、面白いところなんですけど、基本的にこの色ついたところの買い方をしていくんですけども、すべての数字が2回使用可能だ。そして、9個の数字は3回使用可能というふうになっちゃうんですよね。で、これ何がいいかというと、その特に3回出現、使用可能だというところなんですけど、これができることによって、自分が思った数字、それを配置する。それをやれば、3口の予想購入数字に3つ出るということなので、まあ、いいじゃんというふうなとこなんですよね。で、もちろん、いいところもあり、悪いところもあるので、デメリットもお話していきたいと思います。それがこちらでございます。はい。デメリット、もう竹。単純に言います。竹。12口。300円。高えよ。3600円。高えよ。これは、まあ、はっきり言っておきますと、高いですよ。ね、養殖魚何日分食えるんだと。ランチで見たら何日分のランチ食えるのと。何買えるんだいという話なんですけども、ただでも、今回ね、皆さん、キャリーオーバー3回分詰まってるんですよ。そろじゃないですか。未だに。この買い方したことない方、もしくは紙にしか書いたことない方、今回が非常に買うための日であるという感じではあります。まあ要は当然でかい時にちょっと割とグッと買う人なんかは結構個人的におすすめじゃないかなと思います。はい。で、デメリットで、まあこれメリットでもあってデメリットでもあるんですけども、とにかくばらけちゃったら意味がないよという形なんですね。はい。で、前回ね、
キャリーオーバー2回目来てた。いいじゃんと、取れるじゃんと、ノリでね、2倍買いますと、キャリーオーバーの度に倍を重ねますという話したんですよ。今回私これ3倍でいきます。3つ買うよという感じなんですよね。そうなので、ちょっとみんなよかったら夢見ませんっていうような感じの提案もあるんですけど、まあ正直決して安いわけではございませんので、無理なくね、紙に書くだけでもいいですし、例えばじゃあ今回ちょっとキャリーオーバー3回分来てるし、結構大きい期待できるよねっていう部分を踏まえて、まあ一口エリア購入ファミ12口買うのも一つありなんじゃないかなと思ってます。ではここの番号をどう並べていった方がいいんですか、どうやって選ぶんですか、適当に並べたらいいんですかって疑問になる方、今から解説させていただきたいと思います。はい、では行きましょう。全開催分の出現ランキング、これを出しております。それがこちらでございます。はい、でこの表なんですけども、基本的に青色系の色が濃いものが出現が多い数字、そして薄いものが少ない数字、そして白のものが出ていない数字だよということなんですけども、もちろんその色、青色系を追うのも非常に重要ではございますがね、一番端っこグレーとピンク並んでるよね、列が、ここを見ていただきたい。それはここに関しましては、要は出現が少ないものも分かりやすいじゃんという形で出しておりますので、例えばなんですけども、今全開催分で最も少ない出現数字はどれだい？12なんですよね。12が37位ということで、非常に出現が少ないよというふうになってるので、まあ、今回分かりませんよ、12出ないよ、少ないから出ないよって言ったら運営さん意地悪して出してくるパターンありますから、まあここある種要チェックということで、順に出るかもしれない、出ないかもしれない、どっちでも貼っておこうよという感じで使っていけばいいんじゃないかなと思います。で他の順位に関しましても、色つけておりますので、それ一旦スクリーンショットしていただいて、ぜひご使用していただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、でそれを文字起こしたのがこちらでございます。はい、でまあちょっと動きあったねっていうのは5列目だけです。星印ついてるとこあると思うんですけど、5列目の26とかが入ってきたねと、上に上がったねと、で、まあその分繰り上がって、5位の22が入ってきたね、で6列目も31がちょっと上に上がったねというような状態でございます。では出現エリアを見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、まあここ安定的に取れるんです、安定的に取れるんですが、まあぶっちゃけ大きな動きはございません。はい、で、それを踏まえて全開催分の傾向を見ていきたいんですが、まず3、4列目がエリアが最も広いよね、難しいよね、読めないよねというポイントであることは変わりません。そしてエリアかぶりもほぼほぼしております。で、重ねて申し上げますと5列目、ね、5列目もまあエリアほぼほぼ近いやんっていうことを考えると、3、4、5、ここで連続の数字が出る可能性あるんだよということを非常に、把握していただくと僕としてはいいんじゃないかなと思ってます。まあ 100% ではございませんが、まあ、出る可能性高いよねっていう部分でいうと、この3、4、5列目じゃないかなと思ってます。で、まあぶっちゃけどこから選んでいるかというのも非常にこれ重要な問題になっているんですが、まあとにかく3、4、5は難しい。じゃあどこから選べばいい？1、2、6、7、こっから先解いていけばいいじゃんということですね。で、この中で最も出現が少ないところ、要は読みやすいところどこですかと、エリア的に狭いところどこだよと、7列目ね、さっき言いましたね、1、2、6、7、これはまだまだね難しい方ではないからね、その中でも最も読みやすいやんというところは7列目でございます。とにかくまあ一番最初に7列目の番号、まあじゃあ30番台だいたい組む人が多いと思いますが、まあ別に20番台組んでもいいし10番台組んでもいいわけなんです。要はケツ決まれば前の数字も決まるやろっていうところ、そういったことをまあこういうデータから見出すことができるので、まあさっきの私のエリア購入法網、これの番号チョイスするときに、じゃあ7番目のところじゃあ今回はね、僕私な30番台に7列目必ず入れたいんですよと言うんだったら、色ついたところに7って置きゃいいじゃん、ね、一番後ろのところに7
ね、7番目のとこに30番置きゃいいじゃんというような感じで使っていただけたら分かりやすいかなと思います。まあ、あのぶっちぎり、ただ、まあ、このエリアコーニーホン網っていうのは、まあ、いろいろ保管した買い方になっておりますので、そこを置いたからといって外れても別に当たる可能性あるよ。これがめちゃくちゃいいとこなんですね。はい、では出現の方見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、全開催分で見ると出現の方1、1、10、10、20、30、30ということで、1が2つ、10が2つ、20が1つの30、2つ。これがオーソドックスな方だよ、というふうになっておりますので、まあ、ここはぶっちゃけて大きな変化ございませんので、では今からね、トレンド、直近、10回分の数字見ていきたいと思います。はい、では行きましょう。トレンド数字10回の直近の傾向のランキング。これ出しております。それがこちらでございます。で、こちらに関しましては、まあ、何を知っていただきたいというのが、まあ、要は濃い色の青がないよね、ということなんです。つまり、10回で見れば、同じ特定の数字ばかり出ているような5回とか6回とか7回とか8回とか出ているものはないんだということを理解していただきつつ、ここも同じです。端っこの数字ですね。で、最も少ないものどれですかと、今回ね、2つあるんですね。36位が2つあるということで、それがまず10番、そして20番。この2つがトレンドで見ると最も出ていないよというふうになります。で、これを文字起こしたのがこちらでございます。はい。で、今回こちらも同じくなんですけども、星印ついているところ、ここがまあちょっと変化あったよということで、2列目の2、ここ変化ありましたね。で、4列目も動きがあったんです。そう、実はあったんですということですけども、まああんまり深掘りしないでいいんじゃないかと思ってます。では、出現エリア見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。で、一応今回の出現エリア見ているとなんですが、まあ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 、そんなにね、大きな変化もこちらもないんですけども、一応全体像の把握しておきたいんですが、難しいとこどこだ？ 5 列目だけ。5列目だけ。ね。前回細分だったら3、4列目難しいねーって言っていたんですけども、トレンドで見ると5列目が最も難しい。そして選びやすいところはどこですか？これが1列目なんですね。そう、1列目。で、なので、ここだけを、さっきのデータと、重ね合わせていくと、1列目と7列目。まずは7列目決めた上で1列目決めていこうよ、というところが分かりやすい。で、あとは最後に3、4、5を選んで残りの2、ね、6、とかを選んでいけばいいじゃんというね、感じなんですよね。はい。で、エリアかぶり。ね、どこで連続数字出やすいんじゃないでしょうかという読みを立てていくならば、トレンド数字で見ると4、5、6ですね。この3つ。この3つで出る可能性高いよということを考えると、もう怖いよ。ね。3、4、5、6。この4つの幅で連続数字出る可能性あるんだから、まあ、とにかく僕言いましたね。7列目のケツを先に。そして先頭の数字、次選ぶ。ね。で、次3、4、5、6は連続数字意識して2のを何選ぶのというところで難しいなというふうに感じております。では、前回セブンと比較していきたいと思います。それがこちらでございます。はい。では、今回ですね、前回細分との比較、させていただくと、とにかく、じゃあ、難しいとこ、総合的に見たらどこですか？ 3 列目、4列目、5列目、この3つが、まあ、両データから出ると難しいよねっていうのが分かりやすいと思います。で、簡単なとこはどこですか？7列目、1列目です。前回細分は7列目。トレンドは1列目。ここをしっかり押さえておくことによって、じゃあ何が選べるの？何を選ばないといけないの？というのが分かりやすいんじゃないかなと思っております。では出現の型を見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、今回トレンド版ね。1、1、1、10、10、30、30ということで20ないやんというね、感じではになっておりますが、はい。ではここも、でも早々に比較、前回セブンと比較していきたいと思います。それがこちらでございます。はい。では、まずここ見ていただくと分かりやすい。非常に分かりやすいんですけども、共通点がまず1列目、2列目、そして4列目の10、そして6列目、7列目、30だよね、と
いうことで、まあちょっとなんか20は若干なんですけど、まあなんか最近出ないんじゃないっていう扱いを受けてるんですけど、まあ言って前回も出てますからね、言ってね。まあなので、まああくまでもこれは基本的な型だよというところで認識しつつ、じゃあ共通点じゃないところ、そこね、相違点、3列目5列目、ここに何の番号を入れるか、特に5列目重要だと思うんですよ。5列目に例えば、まあ、とりあえず20入れとけっつってやったら、じゃあその前の列ね、4321で、まあ極論20番台入れての30番台みたいな感じでやってもいいわけじゃないですか。だから要はロト7シリーズね、6は分かりません、ミニも分かりませんね、7はケツから選べばいいやん、実は逆張りするのが大切だよっていうのが、まあなんとなく新しい選び方としてもあるんじゃないですか。はい、では来ました。全開催分の奇数偶数割合、ここ見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、全開催分奇数偶数割合なんです。奇数、同じ奇数、偶数ということで、奇数が5つ、偶数が3つということで、やっぱり奇数強いよねって、ここは変わらないよねって感じなんですけども、まあ、多いところを見ていただくと、1列目、2列目、ここ一番多いですね。56%、55% ということで、非常に出現多いよというところが分かりやすいと思いますが、まあ、個人的におすすめは1列目の奇数。ここは間違いないと思ってます。まあ、もちろん偶数出ることもありますが、基本的には、奇数選べばいいじゃないというような話でございます。で、ここで、先ほどの使っていた、ランキングを参考にしていくと、まあ、1、2列目が奇数強いんであれば、これだよ。ね、この数字選べば、いや、いいやんと。奇数偶数バリをする方だったら、特にこれ、特に奇数使えばいいやんという話でございます。はい、では行きましょう。トレンドの奇数偶数割合なんですけども、それがこちらでございます。はい、前回奇数、同じ、奇数、偶数、同じということで、奇数が2つ、偶数が1つ、同じが5つも来ていた。怖い。もうどうしていいかわかんない。どっちも来るってことだろう。もう無理だって。っていう風になるわけじゃないですか。そう。なので、とりあえずまず多いとこ少ないとこ見とこう。ね、多いところ。ね、1列目の 80%、4列目の 70%、少ないとこ4列目 40%。つまり4列目は偶数選べ。ね、1列目、4列目は奇数選べ。というふうに、まあトレンドだけ見ると解釈できます。で、ここももちろん前回タイプと比較していこう。それがこちらでございます。はい、一応ここの比較見ていくと、共通点としましては、まず奇数の部分でいうと1列目のみ、そして偶数の共通点ございませんということで、基本的には奇数が強いロト7なのでね、皆さん、僕もともと言います、おすすめは奇数あるんだった1列目なんだよというね、お話しさせていただいておりますので、まあ信じるか信じないか皆様次第でございますので、まあとにかくね、共通点あるところはハローぜという感じで考えていただいてもいいんじゃないかなと思っております。はい、では行きましょう。全開催分とトレンドデータから見る列々の出現順位で、前回当選何で出たのっていうところを見ていきたいと思います。はい、ではそれがこちらでございます。はい、まず全開催分であれば、列ごとで見ると1位、13位、14位、7位、2位、4位、2位、トレンドで見ると2222121ということで、今回もう圧倒的じゃないですか。やっぱりトレンド界が戻ってきたよということで、まあトレンド数字非常に2と1しか出てない。でも前回でもそれに比べて1位も2位も出ているんだけども、13位とか14位とか、もうそんなのチョイスできないじゃんというような数字が出ておりますので、まあ今回列々順位で貼るんであれば、やはりトレンド指標した方がいいよねっていうのが分かりやすいんじゃないかなと思っております。
はい、では行きましょう。変化法でございます。それがこちら。前回当選箱12、22、24、26、31、37、ボーナス12、19に対して番号いっぱいあるよね。たくさんあるよね。これから選べばいいんだよって話なんですが、重複してる数字もございますが、それを省いたのがこちらでございます。はい。12、3、11、12、13、18、19、20、21、22、22、25、26、27、30、31、32、36、37ということで、20が多すぎるんだと。ね。28、29、これ以外全部出る可能性あるよと言ってます。30番台も結構多いです。ね、1番台、0番台と言われたのは1、2、3、この3つだけだということで、まあ、一応これ言っておきます。当たり外れ非常に多い内容になってます。ただ、皆さん知っておいてほしい。エリア購入法網において、まあ、出現データ、前回細分トレンド、そして前回細分トレンドの奇数偶数やっておりますよね。で、列々のやつやってますよね。で、このトレン、変化法やってますね。変化法は、これワンチャンめっちゃ出てるところ出ないとかもあるし、めっちゃ出てないとこめっちゃ出るみたいなあるんで、めっちゃ出てないところ、0番台ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これめっちゃ出る可能性あるよ。ね。そう、裏書いていこうということで、で、じゃあそれで言うならば20番台飛んじゃう可能性あるよということも知っておいた上で、皆さんぜひ買っていただきたいなと思っております。はい、ということで今回なんですけども、まあちょっと私ね、自分で言ったことはやりますので、エリア購入法網今回3倍だと、もう海洋圏3倍だということなんですけども、まあこのペースでいくと下手したら4倍あるかなとも思いながらなんですけど、まあ変化法を見ていたらなんか多分僕桁飛ぶんじゃないかなと思っていて、で、プラスまあ奇数偶数もちょっと動きかなり変わってきているね、流れがございますので、ちょっと突拍もないね、あれかいテイストな感じになる可能性もあるかなっていうのもちょっと一つ思いつつ、まあ実は超ベーシックみたいなパターンもあると思うので、まあ、とにかく私ね、考案させていただいております。エリア購入法網というのは1から37の数字を全部買ってね、ランダムに並べてって買うやり方なので、まあ、前回はあこれ出ないだろうねっていうのをロックしてやっていたんですけども、まあ、それをちょっと今回やめて3倍バージョンはまあ全部もうあれです、全部違うやつね、で買っていってちょっと一等を、ね、狙ってきたなと思っております。では皆様、明日の当選結果でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。